3回目はもうちょっとけじめじゃないですけど、うん、やめようかな、やめるじゃなくてちょっとクビにしてもらうってことですね。やめたいな、やめたいって本当ないな。一応終わってる話だ。うん、やめよう。俺のことアイスとか言ってなかったみたいなこと言われて、うん、いいってなって、いいや、やめるちって。ヒデがその岡部とかに対して悪口言ってましたよって、岡部も激凛に触れ、僕我慢できないっすわーっつって、全員聞いたら全然悪いよ、タケミンたちは。あいつを守っとるわけじゃないですか、基本的に。しょうがないんだろう。で、それを我慢して、我慢死んでいいよ別に。いや、死んだぞ。珍しいコンビでカメラ回してますけど、レイ君、いきなり本社来て、いきなり決意を僕に伝えて社長ん家まで来ましたけど、心変わらないんですか？変わらないですね。こんな温かい会社ないぞ。でもないですけど、自分の中で決めてたんか。はい。じゃあ社長に言いに行くか。そうですね。カメラ回してるけど、まかいだ。つい最近褒めたいい動画撮ったばっかやのに。翔くん先の方がいいんじゃないか。でもそうっすかね。相談っていう形でいいんじゃない。そうとはいかん。戻ってくる時の条件もなんか、やめるなら俺に言ってこいよみたいなのがあったんで、うん、そう話して、まあ翔さんに言うのが最初あれなんですけど、社長を次いつ会えるかわかんないんで。なるほどな。まあ行くか、はい、よし。そうか。あ、社長すいません。あ、カメラ回ってます。なんでちょっとレイ君が話あるみたいです。入ってこんでいいぞ。はい、待ってます。車で待っといて。はい。急展開すぎるやろ。社長、車へ。時飛ばし。いや、寝ぶちしちゃってしまった。今回3回目なんですよ。まあ、いいや、言い訳は。すみません、いいや。そんなこと動画に悩んだろう。いや、そっからなんですけど、うん、自分の中でちょっと3回目はもう、ちょっと、けじめじゃないですけど、うん、やめようかな。やめる、やめるじゃなくて、ちょっとクビにしてもらうってことですね。うん。もう自分の中で、はい、決めてたんで。うん、ただやめたいだけだ。やめたいだけじゃなくて。僕もそう言ったんですけど、こんな暖かいことこないぞって。まあ、その環境に甘えるじゃないですけど。うん。そうだよ、ね。どこ行っても同じだもん。はい。その変な言い訳しにくい。やめたいな、やめたいって言う。やめたいはないですけど。そんなお前寝坊してお前、やめさせて、クビにしてくださいって。そんな勝手な、そんな都合のいい、もっと迷惑。そうっす。寝坊してみやろ。いや、やめたいな、全然やめていいぞ。別に、止めやせんけど。そんなことで本当にやめるのバカかってなって、それとそれは全然違う。でお前逃げ出したら、もっとお前別に逃げ出すことになるから。どうする、やめるかやめるか。で俺に言うことじゃねえしな。お前らは問題だ。俺に話してやめますって、お前それも筋が違うわよ。お前が世話になっとる人間にお前最初に言ったって言ったらもうショックだよ。ちょっと電話がつながらなくて。僕だけど俺に持ってくる話じゃねえよ。はい、それこそお前裏切りだろ。世話になってる人間のところの前でやめるのが普通じゃない、筋じゃないもん。そんな違う。そうです。今カメラ回して話さはしないんだ。はい。同じことを、まあ、翔くんに初め言うべきちゃうか言うたら、戻ってくる時の条件もなんか聞いたら、戻ってくる時の条件、もし辞めるってなったら、まあ、俺に一番最初に話してこいっていうのがご条件だったんで。俺が、はい、
あ、そういうこと。まあ、俺が先行ったんか、はい、もう一回もう、じゃあ次はもう俺に持ってこいよ。そうです。まあ、レミどうするの、やめるの。あ、決めたんで。なるほど、何があったの。別にそんな、別にカメラ回っとくのと本音を言えよ。そんなお前くだらんな内容で俺はお前そんなバカじゃねえぞ。そんなお前ターゲット騙せると思っとんか。お前なんか前借りがどうのこうのってはいはいはいって言っとるけどお前騙せると思っとんか。そんな世の中あんまねえぞ。なめんじゃねえってお前本音で喋るよ。お前ダメだぞ、はい、そんなお前寝坊でやめますだったらやめれんぞ。ふざけんなそんなもんねえだろよそんなお前 俺簡単に騙せると思っとる。はい、回りました。社長が、そうです。長くて、足に捕まって。いや、で、一回、社長に電話してもらったんですか。うん。たので。あ、なんか電話取ったか。いいや、ちょうど寝ようかなと思ったら、5時20分に起きるんで、その時にいいやと思って、それで電話してきたい。そうです。なんで痩せようと思って。社長、いいおいで、って。はい。で、一階に降りて、内容を聞いて、まあ僕は、ほんまに翔くんに言って、で、内容も、それで辞めるってもったいないぞって、何を言ってんだよ、って。うん。うん。社長に話したよ、もう、なあっていうことで。うん。でも意志が固くて。うん。電話すれば。辞めたい。もうとりあえず辞めたいから、辞めたいんだから、内容言えよ。まあ動画になっちゃう。みんなに。内緒だったら別に止めたるもんね。止めたるとか、もう消してあるもんね。内緒、まあ一応終わってる話なんで。うん。なんだこの前ちょっとまあ話で、うん、そ僕の前の女いるもんですか、うん、がなんか小原さんと直接連絡を取り合ってて。小原って誰？小原です。タケル。はい、うん、なんか直接連絡を取り合ってて、うん、なんで一時期ちょっとより戻してた期間があったんですけど、うん、まあ、他の男作ったかなんかで、そのお前元カノが、はい、うん、で、まあ、小原さんがちょっと探り入れたろうわみたいな感じで、うん、なんか連絡を取ってくれてたんですけど、うん、で、まあ、結局僕が別れて、そ探り入れてたことはお前が戻りたかったの。戻ってたんですけど、うん、そのなんか他の男がいる雰囲気やったの。雰囲気って、まあ、多分いたんですけど、だけどお前のところに動かれてたんだろうって。まあそうです、うん、乗ってみたいな感じで、嘘かもしれない、分からんのか、嘘つき、嘘つき、ハッペータみたいなやつだな、嘘つきジンベイみたいなやつだね。で、乗ってたんですけど、うん、まあ、あの男、ん？他の男がいるんじゃないかっていう、うん、で、タケが探りを入れたわけ。そうです、うん、で、まあ、結局その後別れたんですけど、うん、で、なんかその後も連絡取ってたらしくて。誰が？タケが？はい。なんで？いや、もう分かんないです。そう。うん、もう、面白かった。そう。それ、使えないっすよ、多分。いや、使えるでしょ。連絡取ったやつが。既婚者っすよ。関係ねえから、じゃあ。でも、まだ最後まで聞かんと。あ、そうっすね。こと言ったってなかった。いや、いやらしくないんだって。連絡イコールいやらしいと。あ、すいません。失礼しました。うん。で、で。では、連絡を取ってて、うん、まあ、その、僕と小原さんしか知らない話もあって、なんか向こうがそれをなんか探りを入れてきたらしいんですよ、その小原さんに。うん、どういうことだ。なんかいろいろ聞いてきてたらしくて、ああ、レイ君ってこうじゃないですかとか、レイ君ってこの間いついつ何々やってたんですかとか、そんな感じで聞いてたらしくて、うん、まあ僕は別の小原さんに全て隠すこともないんで、正直に全然言ってもらって大丈夫ですって言ってたんですけど、うんうん、先週ぐらいですかね、うんうん、まあ、直接電話したんですけど、その女みたいに探り入れるなんて、別れとんの関係ない、別れとんのに探りをお前のことを入れてくるわけだ、はい、あ、タケからは聞いとんだよ、昨日電話あったぞとか、はい、あ、別に隠してこそこそやっとるってわけじゃないの。だって安井が誤解しようようなことはないわけだろ。あ、失礼しました。そうなの、お前みたいなじゃねえんだよ、お前ずっとお前。はい、失礼しました。お前ね、やらしい顔。はい、いや、失礼しました。いや、うん、するぞお前。いやいや、失礼しました。いや、本音を喋って言うて、女絡みで来たんで、そういうことだから、そういうことだからと思って。そういう厳しいことをするやつばっかじゃねえんだよ。あ、失礼しました。ほんで？はい。でも、その電話した日に、うん、僕はたまたま違う女の子とご飯行ってたんですよ。
自分も他の女と一緒におるやみたいなで名前を言われたんですよ。何々ちゃんと一緒におるよねみたいな。うんうん。で僕首から上は映してないんですよ、その女の子の。そのストーリーに上げてたんですけど。ああ、インスタとかにな。はい、うんうん。でなんで知ってんだろうなってなった時に、うん、一番最初に出てきたのがもう小原さんなんですよ。おお、武田もな絶対と。その僕とあいつが付き合ってた頃の、うん、っていうかその僕が小原さんと話してる分に関して別に全て言うのはいいですよって言ったんですけど、うん、その僕のプライベートまで全部今誰々とおるよみたいな感じで話されてて。武田が、はい、だけど隠してやっとるわけじゃないんじゃない。隠してやっとんの、なんかこそこそっとお前に内緒で喋っとんのかもとかなと、なんか連絡来るもんで。僕が知らない部分もなんかちょこちょこあって。どういうこと、僕が知らない部分。その向こうと小原さんが会話してる内容で、うん、まあ1から10までやんだけじゃなくて、そのお前そのニュアンスが分からん。いやもういいよってあいつも、だってお前も別れたい、お互い別れたいやったら別に、だら俺だったらね、はい、お前あいつ女おるぞって、何々ちゃんってこうおるぞ綺麗な方が、お前もそのぐち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 って言ってもしょうがないんじゃねえのみたいな感じで言ってんじゃないの。その内容自体を見てないんで何とも言えないですけど、うん、それで、でまあ、結局で、まあ、何言った違和感があるとする でそれでなんかそれでやめる理由なの。いや、じゃあで、うん、その電話してた時に、うん、その次の日ぐらいですかね、うん、小原さんとご飯行くってなって。誰が。僕が、うん、で2人でご飯行ってたんですけど、うん、で小原さん別で高橋とご飯に行くってなってて。高橋ヒデと。ああ、あいつな。そうそう、うん、リフェイスな。そうそう、うん、で、まあ、別々で前のやつじゃなくてな、とんだ高橉かなんかあったの。棚橋っすよ。棚橋か。棚橋だったらやばいよな。はい。で、まあ、別々でご飯行ってて、うん、で、小原さんの時来たんですよ。後から店に、うん、で、入り口入ろうとして、なんかバーって来て、うん、なんかお前、なんか見覚えないみたいなこと言われて、うん、何があってなって、うん、来て、でまあ、昨日電話してたあれかなと思って、僕が女と、うん、まあ、昨日電話しましたよ、うん、ってなって、なんかその時に電話で俺のことあいつとか言ってなかったみたいなこと言われて、うん、いいってなって、うん、言ってないですよ、うん、それだけ怒ってきたの、はい、お前なんだみたいな、なんで俺怒ってるか分かるかみたいな、うん、で、言ってないんですよ。めんどくせえな。うん。別に、その小原さんだけに限らずに。昨日話は先週、うん、先週です。うんうん。別に僕は小原さんだけに限らず、別に翔さんでもカンタさんでも、うん、別に目の前にいなくてもいてもさん付けで呼んでますよ。うん。俺なんてたまに、あいつも余計なこと言いやがってぐらいは言うわな。ほんで、わざわざあいつ来たんだ。そうそう、おいとか言って。お前俺のことあいつって言ったんかとか言って。お前ジャイアンか、あいつ。でもね、面白がってきたぞ、これ。はい。言ってないです。うん。でも、あいつは言っとく。誰あいつって言うの、うん、なるほどな。うん。言ってないです。うん。面白がってきたぞ、これ。でも、言ってないならいいわ、みたいな。うん。感じで、まあ、帰ってって。あ、来てすぐバー帰ったの。ちょっと話帰ってって。まあ、いや帰るわとか言って、もう言ってないならいいわみたいな感じになって、その問題は何だろう、うん、それがやめたい理由なのか、ってかちょっとごちゃごちゃあって、うんうん、まあ、それもあって話では、まあ、相手に翔さんが入ってくれて解決はしたんですけど、うん、それがやめたい理由なの、ぶっちゃけ本音は、まあ、それもあります、うん、あれえなーっていうのがあるんだよな、えなー、まあ体自体は別にもう慣れてるんであれなんですけど、うん、それなんていうんですかね、精神的に、うん、うん、疲れていた、そうそう、あ、みんなもあれだし、でも別に今まで一人で住んでて、うん、こう何も気にすることなく住んでたんですけど、うん、まあ、急に一人入ってきて、うん、まあそういうので、まあ疲れていたとこもあるな、だけどお前そんなんで簡単にやめとったらさ、いや1か0かな、じゃあお前言うの言っとくって、だけどさ世の中ってさだんだん変わってきたらさ自分に力がついてきたからさ、まあ、1か2か3って選べるわけじゃん、はい、選択肢が、これは話するとか、なんかいろんな人に話して、まあ、今言いづらいと、めんどくさいと、じゃあちょっともう誰々から話してくださいとか、
いろんなことが人間でできるようになっていくわけじゃん、はい、その追い込まれて初めて人間って成長するじゃん、はい、だけどお前ってさ、それピッてやめとったら追い込まれたらやめる、また働く、でもいい環境なんか絶対ないでな。まあちょっとヒデに直接話はしたんですけど、うん、一向に変わる気配もないんで。だったらまあ他の選択肢もあるじゃん、はい、いやそのまあ多少は動いたかもしれんけど、で辞めなくてもじゃあ一人暮らしするとか、まあ、竹に関してもちょっと話するとか。でも奥原さんの件も解決してるんで、別にそこから別に何もない。解決しよう。そう、結局言って言ってない騒動はもう、うん、だけどそれが大きいんだろう、まあ、俺に話したってことは違う。まあそんなこともありましたっていう、うん、それもあって、あの、なんだヒデも一緒に住んどって、もう疲れてくると、もういいですわみたいな。お前もだって意思があるなら、うん、どんな何されても、あの、ごだごだ言うな。はい。その一番いかんのは、もうこんな いろんな固められたもんでやめれんかったわとか、カメラ回されてとか、それ一番みっともねえから。ショー？あ、お疲れです。どこなのお前今。あ、まだ来ますね。あ、それ忙しいんか。あ、今レーダーやめたいって言っとるんだわ。ああ。で、今目の前におって喋っとんだけど、そのまあ竹の件もあって、まあ竹の件だけじゃないけど、はい、どうなこうな言っとるもんで、そのなんかその騒動がちょっと面白すぎて聞きたいな。なんかあいつが女にずっと電話しとったんだろう。そうですね。なんなのそれ。あいつって気持ち悪いやん。まあもうあの女も気持ち悪いですけど、なんかその女がまあ例のこと好きで、うん、例のこと聞きたくて、うん、でも竹はちゃんと言っとったんですよ。その女が連絡したんで、うんうんうん。で。話していいみたいなもんで、タケがレイに言ったらレイも話していいったんですよ。うんうん。なんかどうでもいいもんで、その女の子と。うんうん。まあ別れたいし、まあ変に、そうですね、変に、まあ突っかえ取るよりってことだよな。で、タケがもう余分なこともあれ全部喋っちゃって、今女おるとか、おうおう、その女もレイのあった昔話とか、タケに話したり。ああ、なんか違うかだね。本当に。まあ一回出るときに一回電話してるんだよ。了解です。うん、お願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。ね、どっか行くんか。いや、行けないです。とりあえず待っとくんか。はい。あっす。その子から連絡来て、お前に僕の悪口を言ってるとか、食べ前のやつとか、岡部さんのも言ってるっていう。腹立ってしょうがないんだろう。で、それを我慢して。我慢しんでいいよ、別に。腹立つなら話せやんじゃん、てめえで。一緒に言うたんか。そうだね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。イエイス。生まれた。衆議院の動画撮りに来たんだけど、いや今レイがやめるって、まだ食べたことばっかりやってるんだろう。弱いもんしみたいなことばっかしやがって、弱いもんしみたいな、いやもうすんだよ、あいつ空気入れしだな、あっちこっちにも余計なこと言って。そうっすね、お前らまんまとそんなそのヒデに乗せられて、お前アホみたいに踊んなよ。ヒデに乗せられて、ヒデじゃないの、お前らの悪口ってことか、なんか岡部の悪口ってことか、あいつが言って回っとんじゃないの。ああ、そういうことだろう。そのあいつもいちいちそんな余計なこと言うことじゃねえや。お前らもその直接言われんかったら別にいいや。それでなんかお前も話しに行ったの、今日レイが言ったりなんか来たらしい。そうだからなんか飲んどって、レイが誰と飲んだんすよ。ん、なんかヒデと飲んどってた。ヒデとタケ君が飲んでて、タケ君が僕のところに乗り込んできましたって言って、岡部とあいつが飲んだんか。岡部は、レイはちょっと分かるんですよ。岡部と一緒に。そこにお前がわざわざ行ってなかったのは、ちょっと見たの。なんか、裏でブツブツ言ってたら、ちょっと面と向かって言ってよ、ちょっと。いう感じで、うん。言いに行ったら、いや、僕言ってますよ。ちょっと、まあ、言っとったんだなって。いや、言っとったか言ったかな、どうでもいいけど、そうなの。そうなの。リーダーの前でやんやんやることじゃねえんだよ。弱いもん捕まえてもかっこ悪い。じゃあ辞めさせたいならまあいいよ、別に。いや、そういうわけじゃないです。
追い込まれてるやろ。まあ、それあいつも悪いんだよ。レイも、レイがいいで、お前らが悪いって言ってことじゃないよ。うん、どっちも、まあ、レイも悪いんだろうけど、なんか聞いてる。まあ、レイから今日聞いたけど。まあ、あいつも悪いんだろうなぁと思うけど、すごいなぁ、あいつが。塔が取れんけど。お、あ、ブーメラン飛んで、塔に行っちゃうから。快適ですね。快適です。いや、別に、腹立つな、僕は。二人で話はいいんだけど、じゃないの。そうだろ。でもヒデが来る前に行ったんですよ、俺、うん、レイとちょっと話あるもんで、うんうん、でその後ヒデと飯だったんですけど、ヒデもこっち来ちゃって、それ岡部と3人のやつ。そうっす。なんか翔になんか連絡したやつ。今翔と喋ったらなんかそう聞いたもんね。あ、そうっす、うん、あ、その日同じやん。そう、そのお前が一回話して、帰ってって、またそこから、翔が行ったんだ。そう。同じ日？そうそう。あ、そうなの？あ、そういうこと？なんで、何、あいつ。なので、岡部の目の前で、ちょっとレイと話あるもんでいい？っつって、呼び出したんですよ。ああ。だけど、岡部が気になってこっち来ちゃって、話を全部、筒抜け状態。うん。で、ほんで、そこにヒデがまた来たもんで、うん。またややこしくなって、じゃあ言ってないだねっていうことで一段落したんですよ、いっぱい。うん。うん、まあ言っとったんだろうけど、多分な。まあまあ、まあ、そう。まあ、ニュアンスってのがあるやん。ニュアンスとか。そう、自分の災いなんだよ、あいつも。だけどそれを悟してあるのか、お前ら追い込むのか。あいつのために言ったとんのか、自分のために言ったとんのか。うん、そう、腹立つ気持ちもある。あいつ可愛いもんじゃん。あいつにかぎは、ひでも空気入れて人のことが、誰のために空気入れて、じゃあ本人のためだったら分かるけど、人のために言う悪口だったら何もでも嫌いし、陰口だったら嫌いと思うんだけど、うん、レイがこんなこと言っとるで、まあレイとちゃんと言った方がいいっすよって意味じゃないだろ、あいつもなんか。うん、あ、なんか面白半分、なんか意地半分で動いとんじゃないの多分。あの、ま、両者とも、いかんせんこれがあるんで。そうよ。お前もそういう注意しちゃいいやん、別に。お前もよって。じゃあ、それ聞いたときに注意しちゃうよって、うん。そんなこと言うんだったら、お前、レイ君、今からタケ君に電話して言えばいいじゃん。うん。だろ？それをお前、陰口みたいな後になって、タケ君って、お前、スネ夫だから、やっとること。お前、スネ夫に乗っかったジャイアンだから、お前。バカとバカが、お前。はで、問題、やめるしかないもんな。なんか本人の、あれなんだよ。もちろん本人が悪いんだけど、うまいが何も悪くないかもしれんけど、すごいな、あいつは。めちゃくちゃ訓練されてるよ。違う。で、もうそういうやつだって分かっとるもんね。まあでもそういうやつを使っていくしかないんだったら、どうやってお前らが育てるかじゃないので。じゃそんなこと言ったら、俺の悪口じゃなかったら、俺みんなにも言ってない散らして、みんなに出せなかったよ。みんなに言ってますか？じゃあまあ、大内将来があるがや、まあその、じゃあその、なあ、まだ社長こんなの、まだ来たわ、とか。遅なったんすわ、もう悪口になったら悪口じゃない。そんなにいちいち空気入っとったらお前、まあ、レイのためにはこう言った方がいいなとか、レイのためにはどうしちゃった方がいいなって、お前あんまもう悪口言うなとか、うん、そういう動きじゃないの。分からんけど、さすがにしようとか、そんなことで分かっちゃう。なんだろ、まあ、そんなこと言ったらお前はちょっと話するわとか、そんな話じゃないの。お前も空気入れられて、お前みんなの前で、もうじゃあ俺今から言うわーって、お前、中学校だよ、お前。当然中学校の代々、お前悪口しとったよ、みたいな。やろう。もうみんなの前でやることじゃなかったんじゃないの？だって最初に岡部、ちょっと飯の前でごめんね、つって、レイ借りるわ、つって、一回呼び出したの。うん、そしたら、岡部がひょこ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 ついてくるもんで。うん、で、その大事な話をせず、結局、悪口言ったんか言ってないんかで、終わったまま、うん、解散したんですよ。ヒデも来たもんで、もうややこしくなるんで。で、解散して、その後、終わった後に、その、レインとこ、とつろうと思ったら、ヒデが、その、岡部とかに対して、その、悪口言ってましたよ、つって。うん、またあいつも空気入れた。課長、あいつ今日何やと思うんですか？今日ちょっと言いましてしばきやな、おかき。すみません。
で拡散してって岡部も激凛に触れて、うんうん、じゃあもう僕我慢できないっすわーっつって行くっすわーっつって行ったんで、ショーに出会えてたと。でしまいにはレイが寝てて、うん、岡部が起こしちゃったんですよ。で、うん、起きんくてそれを見たヒデがもう勝ちきれて、もうやったるっすわーってなったもんね。お前やめとけよって話終わってないのに、そう話終わってないのにそんな状態でやめとけよっつって連れ出して、うん、収拾つかんもんで、すいません翔くんっていう流れです。あ、そういうことか。お前そんなんでもそんなことされたら、レイも俺もなみんなでやられとると思うだろ。お前だって思わ、じゃあお前が入ってきてすぐ、いや言えんやつはいいけど、まあ、言えんやつは言えんなので、うん、言えんお前が悪いって言い出したらもう始まらんぞ、うん、言えるやつだけ集まったらお前チームが止まらんしな、うん、いいみたいなやつがおってやっとお前らみたいな輝くんだろう。全員俺だったらお前確かにもう楽だけど、お前上がって考えよ会社全員お前わがままな放題しなやつばっか集まったらそういうもんだろう。レイが俺でお前の必要な人材なんじゃないのと思うんだけど、わからんけど、まあいいよ、必要じゃないって決断したらやめていけよって。もそんな、なんかみんなでやって、まあ、本人もだってみんなでなんか先になっとるって思ったら、まあ言いづらいかな、やり方がダセよな。まあ分からんけど、なんか俺は、まあ、ヒデがなんか人をはめたがって、まあ面白がっとんのかな、人なんか俺は分からんけど、あそこ二人が本当に険悪なんですよ。なるほど、そんな感じに見えるけどな、だからダセえなと思うな。部屋借り取る人分だけな、一応あのから入ってきてお前ロドバイヤー続く以上は、はい、受け止めてこい。聞いたんで、そのレイ君の元カノから全部話を聞いたんで、あの昨日話してるよ、知っとんだけど、その子から連絡来て、お前に僕の悪口を言ってるとか、タレさんの話とか連絡来たの。竹さんの方にも言ってるんですよ、その子から、うん、岡部さんのも言ってるっていう、うん、ただって聞かなかったように悪口が言わしたんだよ、お前でも聞いたんだろうね、お前で、お前に言っとったんだろう、悪口が聞いてて、もうその内容に関してがもうしょうもなさすぎて、それがムカつくんですよ。そんなに言えよ、お前もそれ聞いたら言うんですよ、言ってももう知らんふりされるんで、逆にムカつくんですよ。いや、そんな思うやったら僕の場合はもう目の前で言えばいいがと思う人なんです。まあ目の前でいいけど、お前みたいなやつだけじゃねえや、お前も後から来てよ、部屋も借りてよ。そうです、俺がこういう考えで、じゃあ俺の考えお前に全部ぶつけたろか、お前どう思うの。お前みたいなやつ何となんだろうって、俺の考え方に合わせろって言ったら、どう思うの。無理だろ、できるか、俺の考えと同じことできないです。じゃあなんでお前あいつに合わせちゃうってないんだ。お前はそんなに全部合わせてると、そのもし一生懸命嫌いなら、いや嫌いとかじゃなくて、夜中とか1時2時とか3時とかに迎えに来いっていう電話とか来るんで、それもムカつくんですよ。どれいいや、じゃあムカつくのは分かる。だからあいつが俺あいつを守っとるわけじゃないですか。あいつがいい悪いって言ってるんじゃないけど、あいつはあいつが悪いんだろうな、人の悪い重要な人間だもんね。それがいいとか悪いって言ってるんじゃないんです。あいつがあっとってお前が間違っとるって言ってるんじゃないけど、いや、それを僕はもう、あいつが間違っとる人間だとお前間違ったことやっていいんかって言ってる。いや、それは違います。で、もうそこら辺も含めて全部僕はずっと我慢してたんですけど、うん、そのレイ君の元カノの人から連絡来て、うんうん、お前のことをしぶき回しても俺が余裕で勝てるし、うん、しかもこいつは足跡しか思ってないって言われたので、もうプチンって吹っ切れた。だけどそれ女が言っとっただけだろ。だってバカな女とバカな男がお前喋っとるのは頭に聞いてさ、でもそれも竹さんからも聞いたんですよ、その話。ねえ、お前ら本当にカスか集まって、結局お前ら同じことやっとるやろ、レイと竹もお前も岡部も3人で集まって弱いもんいじめて空気入れ合って、やめろよお前ら、もっとしに女みたいになっちゃう。
黒の空気入れたんじゃなくて、その言った言わないの、その。で、お前二人でやればいいやよ、別にみんな巻き込んでやる必要があるのか、お前が竹のこと言って、あれ言って、これ言ってって、お前。それを先に竹さんから全て聞いたんで、僕は。で、ほんで、それでお前まともに受けてな。人がお前悪口言っとった、ああ言っとったって、お前空気入れて、まあ、チンチンになるやつもバカだから、俺からしたら。で、それで、その、竹さんが、事情が全部今日、俺が聞きに行くから、って言われたんで、一緒に僕もついてって、その、確認をしに行ったっていう。いや、知らんよ、俺は、それは。まあ、竹も言いに行ったって、また違うこと言っとるわ、お前ら。全員違うこと言っとるで、まあ、なあ、別に、わからんけど、別にお前らが悪い、あいつが悪くないって言っとるんじゃないですよ。あいつが一番悪いんか知らんけど、お前のやってることクズじゃね？賞なるか？誰かがお前らが賞に、レイク悪口とったらそれってカーッやってお前電話してこれってやるか？そんな僕らコラなんて言ってないです。やっとるげやお前、やっとるんだやっとるんだろうだで腹立ってしょうがないんだろう。でそれを我慢して我慢しんでいいや別に腹立つなら話せやじゃんてめえで。でいつも話してても話にならんかったから、今回もその前回翔さん何で人巻き込むんだって話になると、お前の喧嘩だろ。何で翔使う必要があるんだと。その時に岡部さんが翔さんに連絡入れて、今こういう事情なんですけどっていうのを説明して、岡部が翔じゃないの。岡部さんが翔さんに、なんで岡部がしてるんだ。お前の話だってます。お前の喧嘩だろう。じゃあ翔が腹立つな、レイが腹立つな、レイどんなやれへんやれへん。で、そのいつもその話をしてたんですけど、何の相手もなくまたずっと陰で言ってるから、もう話してるから、ね、それをずっともう我慢してたって言ったけど、女って巻き込むか、女なんじゃないさ、まあ、どんな人間巻き込む必要ある。っていうかその場に一緒にいたからみんな一緒についてきたって。みんな一緒についてきたって。じゃあ俺はお前の悪口をお前勝利とったらさって言いにくるのかお前。結局やってること同じじゃないお前。いやおったでとおらんでどういう気持ちになるお前。わあこうやってみんなで詰めに来たら。お前こうだろうああだろう。あの40万円本当か嘘かってお前みんなでこうやっていい気心だろう。売れんない会社。売れるよ。でもそういうことやっとんだろ、言ってたかって。もうみたいなことやっとるわよ、お前。いっとも。ついにやめろ、年上のことですよ。下のなんか頼んだら気持ちいいぞ。もう恥ずかしいよ、お前は。自分やったことかっこいいと思うわ。やっとる、中国と同じやん、あいつお前、うちとったって。悪口っていうか僕に関してはその足って言われたから悪口だろ。それに関しを足って思ってるのか思ってないかの気持ちを聞きたかっただけなんです。僕はただそれ聞いてどうするの。思っとんちゃう。だからその足って思われてるんであれば僕もその次からの接し方考えなあかんなって。考えないいよ、考えいいと思うよ。俺だったら考えそれのために僕はその話をしようと思って僕は言っただけで、うん、じゃあお前違うよ、考えようと思ってじゃないと。お前らやってることお前でやり返しとくだけだよ。同じことやってる、レイと同じことやってるだけじゃないの、うん、レイがこうやってごちゃごちゃ言ったもんねとお前らも帰る。だってレイの悪口こうやって言ってもこれ OK。 いや僕ら自体は悪口やなんだ。悪口だからやっぱりあいつ文句言ったらああ言ってこう言ってもこうこんなのやってることだよ。じゃあ本人捕まえてやるええや。何やっとんすかって、お前の問題だろ。それを岡部呼んで竹呼んでてお前らくつくつくつ全員呼んだわけじゃないっすね。呼んだかどうか知らんねえ。そんなこと集まったんだろうが知るか。そんなことお前らの細けえことって結果話しとんだろう。別に今言うのやこいつはお前らの人だって俺こうやっておってたまたまお前ピー言うか、お前翔が聞いたけどこうって言うか。いやそいつのこと考えてやったら言うわ。俺竹野も言ったよ、翔が言うならお前こうだろああだとか、なんでこんな風に竹に言ったんだとか、これお前のこと考えて言ってる話だな、うん、お前はめようと思って言ってるわけだ。でもなんかお前らやったら俺レイはめようと思ってやってるわけじゃない。そのはめようっていう思ってるとかではないです。いやなんだでも僕はもうその
今回このレイ君が辞めるって話に関してはこのじゃあ辞めるならどうでもいいってお前の話でしょ。俺もあいつが辞めるならどうでもいいんだ。俺辞めたいなら辞めていけばいいし、お前らになっておる旗だって話しようで、そのじゃあ僕その僕がまとめると僕に関してはその足って思われてるのか思われてないのかの気持ちを確認したかったっていう。視野いいじゃん。何でもそんなお前一緒にないってそのじゃあして喧嘩して殴り合いしやいいや。でもそれでも逃げられるんで。逃げられるって何やて。逃げたら他の人間使うの。他の人間とか。お前も目で血やつだな逃げられるとかどうとかこうとか知らんだよそんなこと。で、だけどお前岡部使ってお前の顔みたいなことしとったんやろ空気入れて。レイ君、誰だね君が言ってましたよ。どうかそれは僕から始まったんだけどお前のことも聞いて、お前から聞いたって言っとったそうよ。その竹さんから聞かれたから僕もこうやって聞きましたよ。だってそんなこと言わんでいいやよ別に。俺だったら言わんもん余計なこと。ああなんか言ってましたねって一応よくあるんですけど、でいいやよ別に話しようよ。手出せるから言うてやってねお前。あっちこっちの方が不安にしてましたよ、不安にしてましたよって言ってもらってさ、手出せる悪いことだと思うけどな俺。もう本当男の風上にも見えるの女みたいマジ幼稚園レベルじゃん。小学生になるから なんか、野球なんかやってたけど、それそうだろ、一人と二人絶対。あっちこっちに誰か誰か来るな、バレだよ、バレだよって言ってもらってる。そんなんだ。お前じゃないですか。はい。あ、ヒゲさん。なんかあれって、一気になって。藤本ですか。藤本。コメント欄に来てました。書いてます。藤本来てました。藤本夜見てないやつ。ジム行きますじゃん。いや太ってない。やばい。ヒゲじゃない。いや違うです。いや顔丸くなって藤本に似てるっていう。悪口いやもう消したよ。確かに来てたコメント欄に。藤本入っとるよ。まあ別に怒ってない。俺お前のこと期待しとったから。俺はもうショックの方が大きいぞ。もういっぱい人見てきたらもうそういうやつだよ。本当に今なんさんとお前なんなんぞ。そうですね、絶対にそんなやつは人の目に立たない。人の目に立つやつはお前そんなことしようかな。みんなとお客さんも取るし、わしはこういう業界ってそうじゃん。学歴とかじゃないじゃん。仕事ができるから人の目に立てんじゃん、やろ。ね、聞いてそうだろ、働いてきたのもあるだろ。みんなこいつ仕事できるけど、どうしようなんてやつ、そしたらなんか会社回ってたんだよ。きつい仕事だよな、職場の調子だった。だいや、なんて言うんですか、なんて言っとったっけ。いや、まじ気持ちらしいわ。マジで言うな。マジフジモンやん。ちょ、待って。あ、フジモン。顔がフジモンじゃん。もうやばいっす。ちょ、ボニって。顔がフジモンだよ。あんま聞いたな。なんか一回、なんかお前も話してきたんだ。あ、そうっす。あれ、お前喋ってるって、どういうことってない。はい、そうっす。呼ばれてっていうか、まあこう、こういう話だったんでって。ちょっと限界ですみたいな。まあその前にレイからもかかってきとって、レイはちょっともうなんか竹がなんか女と出会いまして、ちょこちょこやっとって、でなんかとかでもいろいろやめたいですってその日にかかってきたんですよ。その日やめたいですって、ちょっと待って、今月中にやめたいですって言われた。まあそれはおかしいだろうって言って、まあ明日話すわって言ったら、とりあえず明日しようって出てこいって。で、行って、もう家帰って、で、11時後10時くらいですに電話かかってきて、ちょっと限界ですみたいな、もうちょっと今から行くわって言って、で、なんか霊がもう起きてこんくて、もう寝とって起こしたんだよ、今日。いや、その話した時っす。で、起きてこんくて、まあ、ちょうど行ってくるわって言って、まあ、先に2人で起こして、もうすぐ起きたんですけど、まあ喋って、あいつらはこういうふうに話しとるよって喋ったら、いや、それは俺は言ってない。
はい。ちょっと、レ、あ、呼んで。え？呼んでこい。あ、レイか。横でやろうか。いいか。うん。来たら先に一回、お前上がってきて。はい。最初にこいつらに聞いた話と、うん。レイを二人で喋りに行った時の話がなんかもう、レイは言ってないって言うんですよ。うん。俺もわけわからなくなって、うん、まあ、とりあえず言うことは、まあ、なんて言うんですか、悪口はみんな言うんだから、うん、別に良くないって言ったんですよ。うん、お前らだってただ例のやつがバレとるだけでしょって言って、うんうん、まあ、お前ら悪口とかバレてないじゃんって言って、うん、そんな別に言わんでいいじゃんって言って、うん、でそれで怒って、まあ、怒ってたのも言って、まあ、一人一人の聞いてってその意見を例に対する、うん、で最後例に行って、もうだったらもう全員でも謝って仲直りしようぜって。岡部も呼ぶ？岡部も入っとる、これ絡んどんの。岡部も何か言われとったの？岡部さんに関しては、なんか、クビになればいいのにか、クビにならんかなみたいなことを言ってたっていうのを女の子から聞いたんですよ、その元カノから。水口、あ、安井直しさん、岡部も呼んできてって。岡部も呼んできてって。でそう、岡部さんは多分そういうのとかはな、ダウンがダサいって言われたかなんかで、おお、なんか言っとったな。それでレイ君に見せた時はかっこいいですね、僕もこんなんがいいですって言ってたのを裏で、うん、ダサいって言ってたから、その場でこれ僕はダサいですねって言ってくれた方がいいっていうのを岡部さんとその時喋ったんです。くだらんわお前ら別に言ったそれを相手しとるお前らもう同じレベルだぞ、レイと50歩100歩だぞ本当に。とも冷静に考えてみ、そんなことに食いきゃって、俺の絶対何やお前、俺の前ではかっこいいって言ったのに彼悪口言っとんかーって、これ見てみ、俺がこう言っとったら社長服今日ダサかったよねってお前らと聞いてお前らやお前、礼儀だな、よくお前かっこいいって言ったら、お前なんだ、ほんとダサいって言っとんかって、俺がもしお前らに電話しとったら、どう思う？ダサ社長って思う？だからやってること同じだろ？すいません。もうじゃあ、こういうやつなんだなって、もう相手死んでもいいや。と思うんだけどな、俺が本当に礼がそういうやつなら。だったらもう相手死んけよな、俺だったら。あ、こいつこういうやつなんだなって、あっちこっちって思うもん。組織やっとりゃ。でもそういう子も必要じゃん、会社って。いいよ、ベトナム人もええわって言って、働かんならいいや、全員辞めてけって言って、お嫁辞めてけって言って、みんな辞めさせてさ、足場回るならいいわ。俺はいいわな、社長だもんで、別にわーって言ってお前辞めてけって、別に自由に言っても困るの誰が困る？足場反対してるだろ、お前が辞めて困るんか困らんのか。いや困らんなら辞めさせやいいや、あの人空気ばっかり入れるし、堀川翔さんって僕辞めた方が、辞めさせた方がいいと思うんですよ、あの人って。こんなこと言ってますよ、あんなこと言ってますよって。それをみんなで寄ってたかってやったらダサくない？ 100 点なんかいねえじゃん。と思うけどな、俺は。まあ、わかるよ、例の。しょうもねえな、例っていうのはわかるよ。いや、別に例が悪くない。お前らは悪いって言ってるんじゃないの、俺。ね、そんなことはもうお見通しだけど、例から話聞いたし、あっても、いや、なんかもう3回寝坊。ブッチしたもんで、僕はもう決めてましたと、まあ、本人も言っとったわ、そんな理由じゃねえだろうって話しとって、いやそういうやつじゃん、あいつって弱いじゃん、言いたいことも言えへんし、おとなしいし、またここにおるやつはちゃうやん、なんかそう、分かるよ、あいつがもうなんかもう見るからに悪口言う感じやん、悪口ってか格好つけたいんだろ、女の前で。そういう感じするよ、別に。だから、ああ、やっぱ言っとんな、こいつって感じだけど。それにお前らが空気入ってわーってやっとること自体がダセーなって思うだけだよ。いや、言ってない、あいつはそんなことはって思ってるわけじゃないですよ、俺。あ、絶対言ってるだろうな、こいつって感じするよ、俺は。だけど、そんなことも言う女も女だし。だからバカな女に、バカな俺はバカな女しかつかんと思うの、そのレベルしか。お前らも一緒になって、ああ、そのレベルなんだって俺は思ったから、ダセえなと思った。ちゃう？しょう、そんなことするか？考えてみ？俺するか？
確かにそんなことするか、まあ、確かにそうだけどな。お前らの二十歳でさ、だけどそうだよ、まだ若くて未来ある奴らがさ、そんなことで一番ダセい選択して、すいません。そう、みんなで話して、あ、それ聞いたの、あ、聞いてなかった。もう知らんけど、お前も一緒にいたのか。そうだよ。いや、別にいいよ。なんでそのことしたの。僕、正直、一緒にラーメン食いに行ってレイトするの、うん、で、その時になんか小原さんがそのラーメン駐車場に来て、うん、でもレイちょっと借りてくわみたいな、なんか表情みたいに間違えなっちゃう。はい、でなんかレイに話があるから借りてくわっつって、うん、でも僕もその話ついてったんですよ。うん。だから小原さんのことを裏で、なんつった？なんかお前、あいつだっけ呼んでんだろみたいな。うん。で、なんかそれに関して怒ってて、うん、まあまあいいじゃないですかと思ってたんですけど、うん。その飯食い終わって、礼送ってって、で、その後、ヒデから電話かかってきて、うん。来てくださいみたいな。うん。ヒデも来たんじゃないの、その前。いや、それは、そう、僕もそう。来たんじゃない？ラーメン屋に来たんじゃないの。お客さんについてきてって言われたんで、ついてって、うん、で、タケさんとか、まあ、全員聞いたら全員違うことで、タケもまた違うこと言っとるよ。まあ、どうだそうですね。僕もちょっと違うなと思ったんですけど、タケさんとご飯食べに行ってて、タケ、うんうん、さんからその話を聞いて、で、岡部さんもこの話 し、うん、してるんかなっていうので、タケさんが岡部さんに電話してって言われたんで、電話して、うん、後で時間ありますか、うん、で、ちょっと話したいことがあるんですけど、うん、みたいな感じで電話して、あ、じゃあ話し合う、時間あるんで大丈夫で行こうか、うん、っていうので、岡部さんも来てくれて、うん、で、なんかその時、そのレイが何か言ってるみたいな、うん、その話知ってるみたいな感じで言われて、うん、で、その、まあ、僕の最初は良かったんですけど、聞いて口になんかめちゃくちゃ多くて、それ言ってることが。ああ、安全帯がダサいってやつ。まあ、それだけじゃない。一番ショックやったんですけど。うん。それでちょっとムカついて行っちゃうし、3人。うん。いや、わからんけど。まあ、こいつらちょっと話したもんね。まあ、同じ話になっちゃうからあれだけど。うん。まあ、レイが悪くないとか悪いって言ったんじゃないよ。うん。まあ、俺は大金好きだから、まあ、こいつもやばいって言ったけど、さっき。まあ、こいつも言ってると思うんだ、俺。まあ、わからんけど。まあ、死のないところに煙出たんじゃないけど。まあ、俺には言ってないって言ったけど、さっき。まあ、ちっちゃなことがな。その女が、まあ、大げさに言ってるかどうか知らんよ。まあ、だけど、死のないところに煙みたいなやつあるじゃん。だから、ちっちゃなこと、あいつとは言ってないけど、クソボケぐらいとかさ、安全帯出せとは言ってないけど、俺だったらもっとこうするなとか。まあ、あるやん、人間なんか。だけどさ、お前らさ、一緒になってさ、な、レイにレビュー合わせてさ、3人いたらマジでお浜じゃん、やってること。そうですね。それ認識ある？いや、ちょっとその後、翔さんも聞かれたんですけど、申し訳ないなと思って、うん、言ってることは子供だなと。うん。相手死んでいいよ、別に。レイがそういう人間ならそういう人間だよ。まあ、ほんとお前らね、やったことはもう3人でお前、これ囲んでやったんだもんね。お前らが、まあ、まず一つ、謝った方がいいと思います。そうです。うん。俺はそう。わからんけどな、うん、どっちが悪い、あのレイが間違ってない、お前らが間違っとるとか、そういう話じゃない、うん、こっちも言ったけどさっき、目がしんどいさ。謝るよ。いや、その件はもうみんなこれ、怖い話しても終わってる、うん、終わってねえからやめるんだろう。そういう話もありましたっていう。ありましたじゃないよ、お前も俺に言っとると。別に俺お前の肩持って言っとんちゃうとか、はい、こいつらの問題はこいつらの問題で、こいつらは謝下げ、別にお前が謝ったからって別にやめんでいい、あ、やめたらダメとかそんなんじゃないから、はい、こいつらの問題でこいつらがかっこ悪いと思うなら謝れないし、別にこいつら謝りたいのか聞いてないでしょ。それ謝ったらどうか知らんの俺は。まあそれ謝ったのかもういいんか。謝りたいよ、何も謝っていい。私、君一応言ったんですけど、
素の言っちゃ言わないで僕らの空気入れてしまったっていうのを、うん、もう一回やるのって、うん、ちょっとその時に空気を入れてしまって申し訳ありませんでした。こっちはすいません。お前だぞ、ちっちゃいもの、まあ、言っちゃうのも分かるけど、まあ、RTH だけ、まあ、まあ、なあ、ゼロじゃないと思う、お前は言ってないって言ったけど、さっき、まあ、その、非があるんだよな、お前のこと嫌いか女が好きか知らんけど、そういうこと拾われるってことは、お前に好きがあるまでこういうこと言われるわけだろ、はい、会社ったらそんなにいっぱいあるぞ、俺らも嫌われてるし、あっちこっちから。二階堂の社長は何て言ったよって1位ってお前自由にされることいっぱいあるじゃん、将来もいっぱいあるじゃん、妬まれてったらまあどうすんの、辞めんのか、まあ、どういうふうにしてくれんの、どういうふうにしてくれんの、向こうからはぁ、どうやっていつ、いつ辞めんの、そう、はい、で、しようかな、そうですか、これ最後、しようかな、いや、今話したよ、お前でも話出られとるな、何せ立ち上げたのはお前だよな、あれが悪いとこ不幸とかじゃなくて、お前が俺のところに持ってきたのって話になってます。別にこいつらが悪いからお前が悪くないって言ってもじゃないですよ、お前も悪いですよ、ガキの喧嘩みたいな巻き込んだよ、ちょ、まあ、やめるならやめるでいいけど、まあ俺もまあやめるかなんぞと思うけどな、まあ、もうまず一回別々住んで、まあ、1週間休んだ、まあ一回1ヶ月やるならやった方がいいと思うけどな、一回ホルにしろよ、次の仕事決まってるわけじゃないんだろう、一応ないことはあるんです、決めとったと決めて別に帰ればあるんで、どこに兵庫に、兵庫帰るか、ここに帰るしか選択肢がないんで今、何やお前そんなことやだってお前変わらんぞ、いや分からんけど、それ辞めたいなら やめやいいって言って止めとる俺もちょっとおかしいけど、今度辞めて逃げてお前のそういう弱い部分が出てきて、まあ多分くっ切れた部分もあるんだろうな、こっちだってもいろいろあったもんな、おかしい、1ヶ月誰とも口利かんみたいな時もあったもん、誰でもじゃねえけどな、いろいろあったよな、はい、それお前いろんなやつおるもんだ、お前全部が自分のお前納得いく会社なんかねえもん、これだってねえよ、これだって自分の思う存分の従業員がおって願ったらみんなお前コピーロボットみたいなの生まれてきてるそんな会社ねえだろ、はい、だからこうやってゴタ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 やらないわけだろ、いやその中でみんなこうやって成長していくわけじゃん、でお前逃がしても変わらないんだよな、だからまあ一回1週間帰るなら帰って冷静に考えて、まあ、ほんで、まあ、きっちりこいつらとも、まあ、ちゃんと自分で距離作るのや、まあ、勉強して、まあ、戻ってくるなら戻ってこい。一週間に一回戻ってこいよ。うん。で、もう一回一ヶ月なら一ヶ月やってみ。それでもやめたかったのやめろ。ほんで、まあ、もう明日、今日から岡部にした。なんで、まあ一回だったらいいよ、俺別にいても全然行くよ、それお前らが悪いんだ、バカみたいなアホみたいな大の大人が3人も集まって3人とも言ったことちゃうし気持ち悪い、だから自分たちがまあ、あ俺言ってること違う方がいいよ、いいっていうのはお前らかっこいいことやってるって分かっとるんだよ、こいつ分かっとらん風だったよ最初、こいつ終わっとんなと思ったけど最初、いや、僕悪くないっすみたいな顔してたけど、終わっとんなと思ったけど、みんなにちょっとカッコつけたいよね、みんなあるよ、だって言うよ、もういいよ、どうしてもエッチしたいんだな、あんなこと本当に使うだろ男は俺も、あの手本当に使うもんモテるすべてのもの出すもん、俺もお金ちらつかせるもん、お前さちょっと斜めに出しとくもんさあのようるさいこと始めてはい、あ、はい、ん
歯医者ねえだろ、お前座っとるだけだ。フジモンが。はい、じゃあ皆さん。結局、賞は悪いってことか。最後の問題。誰が悪いんだ、一番。賞。僕です。お前が悪いだろ。お前の監督で冬来ただけだろ、完全に。はい、じゃあね。結局、こいつは決するな、何だよ。面白い。まあ、そうだ。責任取らせるのはこいつしかないんだ。カメラ見られて、探しくらい。なんでカメラの関係。誠にすいませんでした。はい、まあ、これからね。これそのねっていうところがもうダサいわ。これからねっって。気持ちいい、ね。これから怖いことないように教育していきますんで。温かい胸でご指示お願いします。お願いします。じゃあ、例もちゃんとやるよ、最後。せーの。わさびでーす。なんだこれ。いや、こんな温かい会社ないっすよ。温かいのも重いのもあるかな。まあ、それもあるかな。それもあるかな。いろいろな。この格好に使われてる。周りから、何を使ったんですか？二人とも全然その言ってる意味を理解できてないというか。うん。ヒデに関しては、まあ、基本的に聞けたらしいです。うん。なんか、その宣伝の自分で買いに行きますって言って、聞き上手い人も使っている。うん、その岡部さんに関してはその、あのお前もお前だろ、まあ、まずだって会った時点で俺にすいませんだろ普通の、はい、ぶっちしてそうそうみんなお前のこと心配しとったしあの日、まあ、帰れって俺が言ったけど、はい、確かに帰らせてくださいって言ってあいつがいらんもんでって携帯って繋がらんのはしょうがないけどさ仕事終わって普通マップ取ってすいませんでしたっていうのが筋じゃないし、みんなにも謝らんかもしれない心配しとんだよさそこ直さんと違う会社行っても恥かくだけだし寝坊は別にしょうがないよ別にそれはその後のフォローをしようと、はい、大人としてそれでも問題だすみませんでしたこれ一回ぶつかるじゃんはいすみませんうんいいよ終了え終わりうんWee-wee-wee!